h r ズスペクトル型イッソティータウリ型星ヘルビヒアエ b 型星褐色矮星純褐色矮星白色矮星赤色矮星純矮星 B 種系列星 OBA f ジー純巨星巨星,巨星バリウム星赤色巨星青色巨星輝き巨星超巨星赤色超巨星 LBVWR 型星極超巨星絶対東急 O 型種系列星はスペクトル型が O 高度階級が V の核で水素の核融合反応を起こしている主系列性である。太陽の15倍から90倍の質量を持ち、表面温度は3万 K から5万 2000K の間である。太陽の4万倍から100万倍もの高度を持つ。オリオンザ・シグマ星やトカゲザ・十番星 VFTS352 などがこの型に分類される。大型主系列性は、 非常に希少な天体である。数千億個の構成からなる銀河系全体でも存在個数が2万個を超えないと推定されており、全構成の1000万個に1個程度の割合でしか存在しない。大型種系列性の質量は15から90、太陽質量の範囲と重く、有効温度は3万系から5万2000系の間で非常に高温である。また高度は、 太陽高度の4万倍から100万倍と非常に明るい。半径はそこまで大きな値ではなく、10太陽半径程度の値をとる。表面重力は地球の1万倍程度であり、主系列性としては比較的小さい。絶対等級は太陽の3400倍のマイナス4等級から18000倍のマイナス5.8等級までの間の値となる。 具体例としては、例えば非常に高温な O3V 製の標準製の場合、有効温度はおよそ 44600K、高度は太陽の68万倍、質量と半径はそれぞれ58.3太陽質量と13.8太陽半径となる。同様に比較的低温な O9.5V 製では、有効温度は 3500K、高度は 太陽の42万倍、質量と半径は、それぞれ16.5太陽質量と7.4太陽半径となる。大型星は、非常に若く、数百万年よりも年老いたものは存在しない。また銀河系内では、金属量が多く、太陽の2倍程度の金属量を示す。大マゼランクモ中に見られる、金属量が少ない大型種系列性は著しく、 高い温度を持っている。この明確な原因は、恒星からの質量損失が少ないことである。大型星の中でも最も明るい部類の恒星は、一年で太陽質量の100万分の1よりも多い量の質量を放出しているが、暗い恒星では、質量放出率は低くなる。大型星から吹き出す、恒星風の終端速度はおよそ秒速2 0 0 0トルで、ある。 O2 型のスペクトルを持つような高温で、大質量の構成は、主系列を経ず、青色巨星や、青色超巨星として誕生し、150万年以内に、WN 型のオルフライエボシへと進化するものと、考えられている。 王語ボルト型星のスペクトル王型主系列性の MK 分類を定義づける標準性として20世紀前半から変わらず用いられ続けているものに一角重座 S 性とトカゲ座十番性がある1943年以降のヤーキス天文台の天文学者によってまとめられた m k 系分類では王語から王宮までの大型の標準星がリストアップされたが O9 型のものだけは、高度階級によって、標準性が分割されていた。MKK 分類での O9 ボルトの標準性とされた二つの、構成は、オリオン座イオータ星と、トカゲ座十番星であった。1953年のハロルドレスター・ジョンソンと、ウィリアム・ウィルソン・モーガンによる改定された、標準性では、O5 から、O8 までは変更はなく、 O9V の標準性として5つの構成と O9.5V の標準性として3つの構成が追加された。1973年のモーガンとキーナンによるスペクトル分類における重要な再検討においては MK 分類の改定として O4 から O7 までの標準母子がリストアップされたが、再び高度階級による標準性の分割は行われなかった。 この論文では、o 9ボルトの標準性として、トカゲザ10番星が、o 9 5ボルトには、オリオンザシグマ星が、リストアップされた。大型星のうち、O5 よりも、早期の分類は1970年代までは、標準性を用いて定義されていなかった。1978年のモーガンらによるスペクトルの分類では、 いくつかの大型主系列性の定義がリストアップされた。それらは HD46223、HD46150、HD199579、HD47839、HD46149、HD46202 HD である。1990年には OB 型星に対する初めてのデジタル式の スペクトル分類が与えられ、その中には O3V の主系列性の標準性も含まれていた。O2 の分類は2002年に定義され、O2V の標準性として、装備253が用いられたである。その際に、O4V の標準性が、波ド303,308によって再定義され、O3V の標準性として、 HD64568 と LH10 から3058が新たにリストアップされた。大型星を含む非常に高温な恒星では太陽系外惑星の発見報告は極めて少ない。これは重く高温な恒星ほど数が少なく、また惑星を探査するための観測が行いづらいことによる観測バイアスの影響が大きい。 また大質量の構成は進化が早くその周囲で惑星が形成されるかどうかの理論的観測的な研究も進んでいない2017年時点ではトランジットをする系外惑星は A 型星の周りでも6個しか知られておらずさらに高温な O 型星 B 型星周りでのトランジット惑星の発見報告は一つも存在しなかった NASA による 境外惑星のデータベースである NASA エクソプラネットアーカイブのデータでは2020年2月の時点で B 型星周りの境外惑星は8個が掲載されており主に直接殺像や惑星による中心星の高度変化から発見されているしかし O 型星周りの境外惑星は発見報告が存在しないありがとうございます